豚骨と鶏ガラのダブルスープにニンニクパウダーをまぶした熊本ならではの一杯。菊陽町にあるラーメン店天外軒。2年前熊本市から本店を移しました。1989年から熊本市中央区の繁華街にあった天外軒の本店。入居していたビルの建て替えのタイミングで移転することになりました。移転先の決め手となったのは TSMC の存在でした。TSMC の子会社ジャスムの工場から車で10分足らずという立地もあり、半導体関連企業の社員など連日店は繁盛しているといいます。天外軒を経営する会社の小田圭太郎社長です。安定してお客様が来ていただいていると思ってます。まあ見込んだ通りぐらいの感じですかね。しかし今ある問題に直面していました。一回出せば自分とこに欲しい数ぐらいは揃うような感じだったんですけど、全く来ないじゃ面接もできないなって。パートを募集しても人が全く集まらないのです。背景にあったのは人件費の高騰です。店舗がある菊陽町を管轄するハローワーク菊池がまとめた宿泊・飲食サービス業のパートタイムの求人の平均時給です。去年までの5年間で 12.6% 上がり、昨年度の平均は999円に上っています。最低賃金の上昇に加え、菊陽町や周辺の自治体への半導体関連企業の相次ぐ進出など、労働力需要の高まりが要因として考えられています。店では1000円を超える金額を提示していますが、人手が確保できず、1年ほど前から夜の時間帯の営業を諦め、昼のみに短縮せざるを得なくなりました。4月もね、40万かけたんだよ。はい。一人も来なかったよ。ひどいね。ひどいね、ひどい。タイミングとかもあるかもしれないけど。いや、もうこれから多分、みんな言ってるもん来ないって。活況に沸く街で、思わぬ苦戦も強いられた天外軒。従業員が集まらなければ、売り上げも伸ばせません。時給戦争みたいな感じですよね。ラーメン屋で出せる時給なんてたかが知れてるところもありますんで、もうちょっと続けていくのは難しいかなっていうのは。移転からわずか2年、店は菊陽町から撤退することになりました。突然の閉店に常連客は、本当なんですか？いいです。ここがないともう、ね、コンビニぐらいしかなくなっちゃうんで、ね、マジか。こんだけお客さんも入ってて、それちょっとやっぱ悲しいですよね。まあラーメン好きな自分としては惜しいよね。大きな会社が来て、まあ、新しい仕事ができて人が増えていくことに関しては何とも、まあ、いいことだと思ってるんで、そこまでマイナスには全然考えてないんですけど、まあ、そこでいろんな今までやってきた中小の方々 の、 そのお店だったりがやりにくくなっている人も出てきてるんだなというのを最近は感じますかね。半導体バブルの陰で跳ね上がる人件費、人材の争奪戦は厳しさを増しています。